はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は暁大附属投手をやっていきたいと思います。ちなみにね、これ前回の投手も取ってたんですけど、大丈夫博士にやられました。おお、しかもこいつが来たしもうこれやるしかないでしょう。やるしかないよ、お願いします。さようならさようなら。なので、またちょっと最初からやっていきたいと思います。まあ、まずはねデッキの方からじゃあ見ていきましょうか。デッキはこんな形になってます。まずは四条兄貴ですね。で、四条兄貴は野手なんですけれども、まあタックがね精神なんで、まあ、投手でも一緒にタックができるっていうのと、金徳が、鉄腕確定で、さらに暁大10血を倒すのにやっぱりね四条は最初に倒しておきたいんで、まあ、四条をね入れることによって、打倒ポイントを下げることができるので、今回四条はかなり暁大付属使いやすいキャラになってるんじゃないかなと思います。で、まあそれに加えて、四条妹も一緒に入れてますと。で、四条妹は金徳が、内無双なんですけれども、まあ、これは直取りでいいかなというレベルになっていると思うので、まあ、直取りをしていこうと。で、コントロールキャラが、眉村で、眉村に関しては、金徳のハイスピンジャイロを取っていきます。で、ハイスピンジャイロの骸骨を騎馬が持っていると。で、騎馬は筋力担当ですね。で、騎馬の、爆速は切ります、例によって。で、変化球キャラはこの2人にお任せして、でクオン君が金徳強心臓なんですけれども、一応ね四条兄弟を入れると結構精神ポイントが余るんで、まあ、強心臓も取れるかなというところですね。で、ただこの編成だと、骸骨のタイピンをね持ってるキャラがいないんですよ。で、タイピンをなしで強心臓を直取りっていうのはさすがに厳しいと思うので、四条兄弟のコンボイベントですね。コンボイベントで、タイピンレベル2を取れるので、まあ、それで少しでも経験点を浮かしていこうかなと、まあ、一応こういった、編成になってます。じゃあ早速練習をしていきましょう。コツがありますね。スタミナ騎馬か、まあ、葵ちゃんも監督もいるし、これはここでいいでしょう。で、2ターン目から追求をするかどうかなんですけど、どうしようかな。まあ、他のキャラがどこにいるかっていうのにもよりますけど、ちょっと練習を除いて、あ、ここいいね、ここいいね。まあ、四条もここにいるか。変化球も悪くないね。3人いるとね、わりかしいいんですよね。ただまあスミカちゃんもいるし、ここはちょっと練習をしますか。まあ、追求はもうちょい遅くても全然大丈夫なんで、投手の場合は。まあ、まずはね、四条兄貴を打倒することを最優先にして、まあ、告白イベントがね起こる前に四条兄貴は倒しておきたいんで。騎馬のね爆速ストレートとか一回も取ったことないです。ちなみに快速ストレートとかもね取ったことないです。まあ、そんなに騎馬使ってるわけじゃないんであれなんですけど、ここはなかなかいいね。二宮とね四条がいるっていうのがいいね。二宮もね早めに倒したいんで、ただここもねコツを踏めるっていうのがでかいな。どうすっかな、これはちょっとコツかな。やっぱり基本練習をおろそかにできないっていうのがあるからな。どっちかっていうと葵ちゃんの方が良かったな。アピールはもう四条にしよう。まあ、六本木をね下げるっていうのもありっちゃありなんですけど、まあ、四条最優先でいきますか。で、ここはちょっと精神練習を除くか追求にするかか、どうすっかね。追求してみるか。重い球で、さすがに次は寝ないとまずいね。一応精神覗くだけ覗く全然これは寝よう。
あとはこいつか、スミカちゃんのね評価を上げていきたいんだけどね。ちなみに暁キャラはね打倒しないとタッグが組めないんで、そこもね俺最初全然知らなかったんですよね。でそう考えるとね、つくもくんをね入れていくのがねちょっと微妙かなと思い始めてるんですよね。まあそれはちょっと野手をやるときにお話ししようかなと思うんで。でここはまあちょっと体力が削られるけど集中しましょう。いやーいい経験点をくれるよ本当に。スペシャルブレンド、これはどうしようかな、やる気が下がるけど愛情にしよう。うん、まあしょうがない、やる気を犠牲にして。ここも練習のメンツ的にはいいんだけどね、六本木が9になってるか。二宮もな下げておきたいからな、なんか全然いい練習がないからこれは下げに行きましょう。頼むぞ、勝てよ。負けやがったか。もうでこのコンボイベントで、スミカちゃんを選ぶとタイピンのコツが2で取れるんで、ま、スミカちゃんの評価を上げつつ、ま、このねコンボイベントは体力回復が結構メインになるんで、体力マックスのね状態で来られるとちょっと微妙なんすよね。やる気も上がったか、いいね。でこれは受けておきましょう。経験点稼げるし監督の評価も上がるし。で眉村のコツが踏めつつ3人下げられるか、ちょっと他のまあこれだったらここだな。あそうか、眉村はポーカーフェイスがあるけど、ポーカーフェイスはね敏捷ポイントがないと取れないんで、そこもちょっとな辛いところだよな。でジャイロボールに関してはハイスピンジャイロを取りに行くので、これもやっぱ球速を上げておいた方がいいのかな。ここでね追求をしてポーカーフェイスとか言うとねかなり悲しいからね。四条いねえし、どうすっかな。結局ね騎馬の爆速を切るときに敏捷ポイントってわりかし手に入るんすよ。それを考えると守備練がなあんまりやんなくていいと思うんだよね。二宮を下げつつクオン君の評価を上げて監督の評価も上げるか。ここはスミカちゃんの評価ポイントがどれくらいになってんだ。告白がちょっと先に起こると厳しいからな。練習の鬼、これちょっと体力を回復させよう。やっぱりね暁は練習をしてなんぼなんで体力を回復させるっていうのも重要っすよね。これどうすっかな。ここもいいけどな、四条眉村コツあり。四条先に倒しとこう。スミカちゃんの評価は見れないね、見れないねっていうかまあデータで見ればいいんだけど、まあ、それはちょっとめんどくさいんで四条をぶっ倒しとこう。スタミナ練習の強化か、ただそれは微妙だったな。ここで六本木の打倒ポイントが下がって、いい話か、スミカちゃん言ってるね。六本木ね倒したいんだよね、やっぱりマラソンがあるから。ここしかも4人いるしな。ただね回復させつつっていうのもなでかいんだよな。回復させよう。こういうところにね固まってくれるとすげえ助かるんだけど、あここで体力下がったのか、まあ、これはメンタルを踏んどいてよかったかな。クオン君、あこれもいいね、これはもうここにしよう。ニノミーもねやっぱり下げておきたいんで、あこれはどうだ、おー成功した。
これも失敗があるからね。二宮の打倒カウントが下がった、いいね。そして告白も来てくれたと。前回失敗したね、大丈夫博士くん。大丈夫博士くんは告白イベントが来てなかったからね。そもそもあれ確か4月の時に大丈夫博士のイベントが起こったと思うんですけど、まだ告白されてなかったからね。まあ、そういうのをね加味すると別に失敗しても良かったっちゃ良かったんですけど。よし、これで打倒カウントが下がるのもでかい。二宮が倒せるな。六本木もな、ただ先に倒したいんだよね。二宮って倒すと確か六本木上がるんだよね。どうすっかな。五十嵐か、前村のコツが来てるね。ポーカーフェイスになると悲しいからな。でもクオン君変化球がまだタッグ組めないのか。ちょっとやっぱり評価を上げていくっていうのも重要だな。で、ここもまあ悪くないね。木場は行ってるか。眉村葵ちゃんがまだ足りてない。二宮が倒せる。どうする。ただここもな、悩むね。本当に悩むね。いやー、やっぱりちょっとタッグは組めるようにしておきたい。これはちょっと体力少ないから。で爆速、これは切ろう。あ、これで走り回されるから敏捷ポイントがもらえるのかな。敏捷確か20いくつもらえるんですよね。騎馬の評価は下がるんですけど、それはしょうがない。27か。でさらに切れ骨ももらえると。でここはデートをしましょう。ちょっと一応精神だけ覗いて、まあ二宮だけだったらいっか。わりかし早い段階で来てくれたからデートはつまらないかな。まあつまらないってその楽しいとかじゃなくて早めにこなせるかな。おお、焼肉がここで来ちゃったか。まあいいか別に。あ、六本木だ。いいねいいねいいね。これ六本木下がるよね。よしよしよし、ありがたいありがたい。六本木は倒しておきたい。で四条の金徳ですね。これはパソコンを直しに行って続けましょう。四条もねレベル上げたいんだよね。精神キャラはねやっぱり解放すれば解放するだけ強くなるんで。メンタルが踏めるね。眉村がまだか。ただただ六本木も下げておきたい。あと4回か。何かが起こんない限りあと4回だな。ちょっと1回整えるか。コントロールいくらにしとこう。でスタミナを、C まで上げとこう。で変化球はフォークでいいかな。3、とりあえず3で二宮が倒せて、木場葵ちゃんまだなのか。まだだけどな。二宮を倒すと六本木が確か上がると思うから、悩ましいな。六本木を下げに行こう。で12月の1周変化球来てるね。クオン君変化球少ないな。28しか手に入んないのか。あ、ここもでかいよね。つくもが1になるか。ここでかいな。眉村もまだ評価上がりきってないから、ここはいろんなやつらの打倒ポイントを下げつつ。まあ、ただねこのイベントは体力下がんないんでそれはいいっすよね。2週か。ちょっとクリスマスも近いからな。どうしようかね。六本木くん 6% か。いやただな、次確実に休まないといけないからな。スミカちゃんは
クリスマスでそんなに回復しないからデートしておこう。で、1回練習をしてクリスマスを迎える。確かクリスマス30とかしか回復しなかったはずなんで。そうで、あとちょっとどっかの情報で見たんですけど、スミカちゃんは空デートがないみたいですね。もう絶対デートが進むっていう、それでかいよな。まあ、空デートってあれっすよね、まあ、いわゆるどこ行こっか、公園、喫茶店みたいな。あ、ここの体力回復もあったけど、まあ、それはしょうがない。で、こっちか、六本木がいるね、葵ちゃんの。あ、こっちもいいね。でもこっちもいいけどな、地獄マラソン用にちょっと、六本木の打倒カウントを下げよう。1月の4週とかだっけ。あー、マリンボール来たね。変化球がちょっと上がりきってないか。で、体力もいい感じ、満タンになるかならないかくらいだな、このメーターだと。あ、バント富士くれんだっけ、追求。でもこいつコツないからね。変化球どうしようかな、ちょっと2球種目を覚えさせるか。まだ3だけど、そもそも足りないから、まあスライダーにしとく。で、練習メンタルか。だったらつくもが倒せるのか。つくも倒すとな、誰が上がるんだっけ、なんか忘れちゃったな。で、二宮が1位、六本木がここか。で、ここは誰もいないと。悩ましいね、これは悩ましいね。つくもは誰が上がるんだっけな。いや、つくも倒しとこう、もうしょうがない。確か誰もね下がらないはずなんだよね。まあ、コントロール練習が上がっただけでもよしとするか。2上がって、2上がるんだよな、結構きついな。やっぱりつくもは回したいな、後に。野球が上手くなりたいと。さあ、ここは大吉。大吉ではあるけど、あ、そうそうそう、投球試験もあったよね。じゃあスライダーがちょうど上げられるんで、スライダー上げて、あとは一応練習を見て、またコントロールか。誰もいないね、六本木。六本木下げよう。で、次六本木ともう一回練習をして、で、3周で休んで4周の地獄マラソンでいいかな。これ結構打たれんだよね、どうしよっかな。すげえ辞退したいんだけど。すげえ辞退したいんだけど、受けよう。六本木か。六本木は初めてだな、まあ、フォークで。あんまり端にやりすぎるとね、ただボールになるからね。で、これはもうフォークスライダー、フォークスライダーでいいかな。よしよしよし、危ない危ない危ない。で、内へ入ってくるスライダーみたいな。すげえ真ん中だな。おわ、持ってかれた。あ、またフォークにしちゃった。まあいいや。7位アレフトとかね、すげえ打たれましたね。スコアがね、0になるくらい打たれた。おお、怖い。お、よし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 、これでなんとかしのぎたい。落とした、やったぜ。てか、六本木くんやる気全くなかったんだね。それが功を制したか。よしよしよし、40入ったのもでかい。おい、うわ、不眠症になったか、なったか。
ここはなクオン君か、まあ、余剰のとこも誰もいないし、スタミナ C まで上がってるからな、まあいいや。これは六本木を打倒してスタミナが上がるのかまあいいや。で D として回復させて、で地獄マラソン、よし、五十嵐くん下がった。でお出かけデートと、いやでもスミカちゃんはね回復量が多いからね。でこれ3回目か、早いね、進みがいいな。まあそれだけ体力を使っているっていうのもあるけど、よし、あそうか、これバント封じさらにもらえるのか、もらっとこうとりあえず。バント封じもね臨床を使うと、おーおいマジかよお前やる、不眠症の前に不眠症の後で地獄マラソンか、相当きついな、思い切り飛ばそう。リタイアとかいいのかな思い切り飛ばそう。上りか、少し飛ばそう、体力あるからね。すごい下りか、思い切り飛ばそう。さすがだな怒り。まあ10位には入れるでしょ、どう考えても。5位 OK。 この不眠症をなんとかしたいな、なんとかしたいけど、まあ、7位を下げるか。いや葵ちゃんやっぱりすごいね、変化球ポイント、クオン君と全然違うんだけど。で次があれか、バレンタイン、ただあれだね、葵ちゃんコツを踏んでおこう、まだもらってないよね、緩急、あれ緩急ってどこ、あったもらってないわ、これちょっとコツを踏もう。あ間違った、危ないこっちかよし、ありがたい。でメンタルを鍛えろ、2月の1周できたか。どうしようかな、やる気上がるかな、スミカちゃんのバレンタインもらうと。そんなやり方じゃダメだ、6月以降にね怒ってくれればねかなりいいんだけどな。タイピンももらいつつ、頼むやる気上がってくれ、バレンタインもらえるんだよ、やる気上がるだろ、そりゃ上がるね、さすがだ。不眠症はとりあえずほっとこう怒りを下げつつ、ヤシマを下げつつだね、これは変化球も上げとこう。マリンボールはまだ1回目だよね。これどうすかな、別にいいや。よし、これで2回目か、そろそろちょっと変化球を見るか。これ27も下がるんだっけ体力まあ球種は別に3球種でいいでしょう。スライダー上げて、フォークはもうちょっと足りないか。ここにいるね、一ノ瀬4も下がるのか。クオン君か、やっぱり少ないな。どうしようかな、でも一ノ瀬がこれだけ下げられるからな、まあ、先に二宮は倒すとして、一ノ瀬もすぐ倒せる状態にしておくか。じゃあクオン君から変化球ポイントももらっておきましょう。スカウト君もいたかスカウト君って慣れ慣れしいけど、ありがたい。余剰の金徳ラスト、鉄腕ですね。バンジージャンプとかね、
結構怖そうだけどね。やったことないっすね、バンジージャンプは。いけ、うん、まあしょうがない、まあ、鉄腕はね多分1でも大丈夫でしょう。どれくらいだ、ちょっと見てみましょう。鉄腕、あ、もう1で全然いいっすね。むしろ精神を使えるんで。で、ここはどういう感じだ。一ノ瀬の前にやっぱ二宮だよな。二宮がいないね。じゃあここはデートしておきますか。これで4回目。やっぱり早いね。いや精神めっちゃくれるわ本当に。何にもないか。これはこれでちょっと悲しいな。二宮倒しておくか。またスタミナか。またスタミナっていうのもな、ちょっとなあれだよね。変化球で7位を下げますか。じゃあちょっと待って、上げられるだけ上げとこう今のうちに。フォーク4にして、で、7位と。とりあえずレベルが上がったね。で、ジャイロ2回目ですね。CD を買ったんだと。クラシックとかね全く興味ないですからねジャイロボールを教わるために CD を買うって、一般的なジャイロでいきましょう。てかさ、騎馬のコツ全く来てないな。ここは3本マスですね。よしよしよし、カウント下げに。で、五十嵐、八島が倒せるか。八島って倒すとどうなんだっけ。二宮と一ノ瀬が両方倒せるのか。で、碇はまあ別にだしな。ここもな、でもな、葵ちゃんやっぱりすごいよな。緩急ってどうなってたっけ、ところで全然気にしてなかった。緩急も取ろう。てか騎馬だよ、騎馬のジャイロボールどうなってる。全く、ここはやっぱり経験点だね。八島ってどれだ、誰だ。で、変化球が強化されて、おお、そうか。お、いいねいいねいいね。五十嵐が下がるだけか。で、騎馬、騎馬だね。これは騎馬ってなんか潰さなきゃいけないもんあったっけ。重い球か。伸びはやっぱりな、もう一回欲しいしな。重い球は取っとこう。で、クロスファイヤー、クロスファイヤーって、うわ80、あ、これは無理だ。直取りはきつすぎる。ジャイロ、ジャイロ練習。え、じゃあどうする次。おお、すげえ、打ち取りやがった。打ち取ったっていうか三振仕留めやがった。え、いくつくらい自画撮りするとハイスピンジャイロ。うわー、変化球を70使うのか。それはきついな。で、一応練習を見つつ、二宮七位か。ここも悪くないんだけどな。どうすっかね、これはどうすっかね。本当に追求しよう、追求にかけよう。ジャイロボール、オッケー、きたー。で、まだ体力はあるよね。変化球、誰もいない。クオン君か。五十嵐、一ノ瀬が倒せるけど、まだ二宮を倒してないかんな。碇か、碇も倒せんのか。碇もちょっとな。これはじゃあおとなしく変化球を練習して、次はもう体力がないからな。全員打倒、
できるかこれ。これは気のせいじゃないで、くらえ。で最後のデートをしますか。メンタルにもいないしね。あーここ良かったねー。光とかでも誤差があるのか。地の瀬が4、ちょっと二宮が邪魔になってるな。ここに来てやっぱりね、早めに打倒しておくっていうのも重要ですね。で内無双はそんなに重くないはず。うーんまずまずか。まあしょうがない。うわだいぶだいぶさ、おおここに来て。そうかお前不眠症だったんだっけ。3本松か。3本松も下げておきたいかな。7位と一緒に倒したいしね。うーんこれはちょっと3本松を1下げよう。これはぶっ倒れるぞ。さようなら。おおここに来て、ここに来て不眠症が。一回寝るか。もうこれは寝るしかない。うんメンタルにもいないな。これ無理だな。ここなーすげえなー。てかマリンボールが来てないね。まあいいか。スライド上げとこう。さてチュンチュン。うーん来ないか。バッドイベントがちょっと続いてるね。まあ別にこれはね先発であれば普通にコンピューターにお任せしていいでしょう。ちょっと上げられるものを上げるか。コントロール C くらいにしておこうか。球速は140までいかない。技術が足りないのか。技術不足か。なるほどね。3点。お前何失点したんだ。全く。まあ別に上がるのは上がるっていう。カウントが上がってしまった。まあしょうがない。で変化球。5月か。3本松、五十嵐、一ノ瀬、二宮がな、2位あるのか。ほんとめんどくさいな、これは。すみかちゃんのラブパで、不眠症がここに来て、痛いからな。頼む、すみかちゃん、愛よ。愛をくれなかったか。タオルなんかいらん。これどうしようかね、怒りか。よし受けよう。眉村からね、奪三振もすればもらっておきたいんだよね。これはちょっと、よし。スライダーがやばい。おお怖い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 。ちょっと本当になコントロールミスだけ怖いんだよね。よしよしよし、光くん。それなりに好調だね、そういえば。でもミートは高くないんだ、怒りは。パワーはあるけど。一発持ってかれそうだな。ボールから入るストライク。うわー、持ってかれた。あぶねー。よーし。いやこれはでかいぞ、かなりでかいぞ。60入るからね。
すみかちゃん、まあこれはあんまり体力とか回復するわけじゃないんで、二宮かやっぱ下げとこう。五十嵐七井碇一ノ瀬だから二宮がやっぱり二宮を下げきれてないのが今回の敗因だな。俺のコントロールを見ろ。うん、さてさてさて、マリンボールも来たから次は寝ないとダメだな。またチュンチュンが来てくれればいいんだけど、まずはこれを成功させる。俺のマリンボールを見ろ。よし、 OK。 40、めちゃくちゃ下げられたな。一応ちょっと見よう、メンタル表情だけか。これはもう寝るしかない。頼む。お前また体力削ってくんのか。ちょっと待って、これ練習できねえぞ。しかも不眠症。碇は倒してもあれだから寝よう。治らん、不眠症がマジで治らん。誰かいたっけ、突出してたやつ。二宮とかどうなってんだ。まあいいや、頼もう。碇なんてすぐ下げられるからね。ありがたい。これはもう無理だな。全然ありがたくなかったわ。二宮、三本松、一ノ瀬、もう七井と三本松がどうのこうの言ってる暇ないしね。スタミナが上がるっていうのも言ってる暇ないしね。これもう三人打倒しよう。ここでお前らまとめてぶっ潰す。これで、20上がって、ここで20上がってで30と、まあ、経験値的にはねなかなか手に入ったけど。お怒りがどんどん上がっていく。7位も上がっていく。こいつは一体何なんだ。でクオン君の2回目か。これは6月以降に起こってるね。どれがいいんだ。幽霊なんて怖くない。技術が欲しいんだけどね。どれがどれだったっけ。筋力精神、まあいいか、筋力も。おお、来た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 。7位とかもう無理だこれ。五十嵐を倒せるくらいか。碇だってこれもう寝るしかないもん。葵ちゃんマジか君。ゴリゴリ体力を削ってくるね。ここも体力を削ってくるね。あとは 11% か。これ五十嵐倒すしかねえな。どうすっかね。67か、上げとこう。それかどうしよう、寝よっか。もうほんと不眠症お前。ま、6月にクオン君が怒ってくれたからそれだけでもよしとするか。海へ行こう、ゴー。おお、すげえ、いいね。本当に本当にこの不眠症マジ何なの。もう五十嵐を倒してコツを踏むか。碇も倒せるけど、まあ五十嵐だな、他は知らん。もうい、や今回はあれだね、二宮をちょっと残しておいたところが敗因だったな。マジ何回寝てるんだ俺。じゃあ揃えていくか。まず変化球、マリンボールを上げて、なんか変化球必要だっけ。強心臓はもう取ろう。
あとは、切れか。切れも取っていいよね、もう。ああ、そっか、前村。でも前村からはな。他にも欲しいものはあるけど、アイスピンジャイルはとりあえず取っておくか。カチンはね、ちょっと欲しいからな。技術が足りないな、技術が。内無双。内無双もそれなりに精神使うのか。技術がマジで足りん。急速を上げていかないといけないからな。技術不足だな。で、ここは寝るしかないでしょ、だって。いや、不眠症にやられたね。まあ、ちょっと負けたくないんで、ここは打っていきましょう。まあ、どっかで病院に通ってもよかったのかな。そうすると、まあ今更だけど、三本松はね、ちょっとミートが低すぎるんだよな。 F はね、ほんと厳しい。お、俺だ、俺。ムード丸、ムード丸。やったぜ。余剰あんまりめった打ちにしすぎてもな、終わっちゃうからね、試合が。そもそも、まあ打てるときに打つ。 OK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 。 まあ、とりあえず0点に抑えてくれるっていうのが重要。31か。やっぱり投手は少ないね。球速に行くか変化球に行くか。クオン君がいるね。変化球で行こう。で、千葉がいるか。葵ちゃんもここにいるか。やっぱりちょっとでも今技術が欲しいからね、ちょっとでも技術を上げるか。でまた寝ないといけないね、これ。もうここから病院に行くっていうのはちょっと体力的にもったいないからね。あとはもう不眠症が起こらないことを祈るだけだ。技術70か。ちょっともう一回マリンボール上げられるよね。うわー、本当に技術足らんな。とりあえずスタミナを上げとこう。眉村一人だとちょっと厳しいか、技術が。お待たせ。甲子園余剰か。余剰がだからね、もうちょっとやる気効果が出てくれれば打てん、こんなアバターボールなんて。第4球は危ない球。第5球投げました。これ入れてくる、入れてこないよね。カウント3ボール2ストライク。ここは投げた。うわ、バサボールで来るか。三本松とかだと思う。よしよしよし、ストレート逃さず打つ。1点取れたけどしょうがない。追加点のチャンスを迎えました。五十嵐こういうキャラか。ミート F、 ミートの低いやつが多いな。フォーカーストライク。第3球を投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。投げた。ほら、オーケー。まだ回ってくるか。どうでもいいんだけどさ。7位だな。やっぱ7位がね、すげえ能力的に打ちやすいよね。やっぱね、ミートもね、ある程度高くないと厳しいよな。さてさてさて、特にないから頼むぞ。ダメだ、もうあとは祈る。不眠症が来ないことを祈る。これはもうちょっとコントロールだね。
技術がマジで厳しい。あとはちょっと球速150くらいまでにしたいんだよね。技術マジでないわ。内無双も取らないといけないからな。かといってね、試合で経験点がそれほど見込めるわけじゃないんで。上げてしまったか。掴みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは8番五十嵐。五十嵐パワーはあるけど別にパワー引きみたいなのはないのかな。三本末追加点のチャンスを迎えました。やる気がないけど、これは上がりすぎたようです。しょうがない。掴みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。やっぱりうわスプリットか。アウト。あ、2点取られちゃった。おお、2点取られちゃった。つくも、つくもは能力的には悪くないはず。おーい。やばい。あ、負けた。俺何点取られた？実績点4か。ネットオークション。甲子園の土ってネットオークションで売れんの？3位か。これは完全に技術が足りねえな。100ちょっとか。エピローグポイントももらって、これは内無双取って終わるな。で、全体的には5300、まあ、6000いかないくらいかな。そうすると、そうか、変化球245あるってことは変化球は絶対使わないといけないから、で、技術が86。いや、これはもう球持ちとかも欲しかったけどな。内無双取ろう。で、あとはもうひたすらスタミナを上げる。ほらまあいいでしょう。使い切ったといえば使い切った。根性取れるね。ポイント的にはちょっと敏捷がね余っちゃったから、もったいなかったはもったいなかったけど、キレとかね取りたかったんだけどね。うん、まあでも理論的にはちょっと技術不足にはなるけど悪くはないかね。こんな感じか。というところで、ちょっとね、甲子園初戦で敗退しちゃったのであれですけれども、まあ、もうちょっと、まあ、強くはなりそうですね。技術が不足するっていうところを、改良できれば編成的にはいいんじゃないかなと、思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。